はい、カオリンさん、カオリンさん、やっぱっちゃん、ジャン君、はい、すごいね。ご飯をもらうのにシャーシャー毎回大変だね。そんなにシャーシャー言うとさ疲れちゃうよ。おいで、はい、はいはい、ご飯だよ。はい、おいで。おいしいよ、すごいおいしいよ。はい、どうぞ。はい、はい、いい匂いがするね。お、いい匂いがするね。クン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 。はい、おいで、どこで、どうぞ。はい、どうぞ。降りてきたね。いい子だね。はい、どうぞ。はい。おいしいね。かおりんちゃん、仲良くなろうよ。うん。はい、かおりんちゃん。エビ天だよ。あんずちゃん、あんずちゃんも来たのか。はい、
子だね。なんでってん。じゃあ何、撫でて欲しくてこっち来たの？
っちで、あ、やっぱその方が見えるかな。カオリン、カオリンちゃんですが、目隠しをですね全部取って、その後なかなかこう人になれないもんですからですね、こういう猫じゃらしとかで遊んでいたところ実はちょっとした発見をしてしまいました。発見というかですね、多分ちょっとかわいそうですけれども、うちに来た時のストレスが原因だと思うんですが、顎の下に傷があります。傷というよりはハゲですね、多分まあ自分で足の爪で書いてですね、その後まあ傷ができて毛が抜けたっていうとこじゃないですかね。それがわからないんですよね。あの映像の方で、ひょっとしたら映ってる可能性はあるかと思うんですけれども、あの目隠しの中にねカメラ入れたりしてましたので、ちょっと上見てごらん、見えたかな。まあジャン君の時にも同じようなことがあったり、シオン君が鼻に怪我をしていたりっていうこともあったんですが、カメラが追いつかないんだね。よいしょ、はい、上向いてごらん、あ、いい感じ、いい感じ。はい、わかるでしょうか。ね、顎の下を縦にですね、ハゲができているということで、まあ明らかに足で、足の爪で傷が入ったんでしょうね。はい、上上上上見てごらん。で、病院にっていう風に、なるところかもしれませんが、もうだいぶその経験的にですね、これだったらちょっと様子見てて大丈夫かなと思っています。できた傷も多分昨日今日ではないのかなっていう感じですね。はいはい。まあ体調が悪そうにしていたらですね病院に連れて行くと思いますが、現状は多分これは、また傷が治って毛が生え始めるというような感じだと思います。大丈夫だね。それよりもですね、このおもちゃでだいぶ、カオリンちゃんが心を許してくれ始めています。天ぷら最高、天ぷら天ぷら、エビ天だね。ほら、ほい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 、エビ天、エビ天、近づき方が変わってきたね。はい、いいかな。もう空いた状態でも食べてます。本当だ、また聞いたね。はい、君は
君はママの足に絡みついてばっかりで、ここへでご飯食べなね。ね。こっちに持ってきてもらってここで食べよう。はい、どうぞ。食べなさい。ちゃん、カオリンを偵察に来ましたか？あれ、お帰りですか？